今はもう季節的に花はありません。はい、あと風が吹いてるからほとんどこれもいません。あ、はい、トロッコのレール、この中の残土を外に出すためのトロッコ。うん、でこれが海軍の通信本部、鉄板の扉、格子の扉を交互に張って占領軍が入ってきて火炎放射器で撃っても、うん、カービン銃で撃っても炎と弾が中に入らないように作られてると。頭一つですね、これが柱の跡、特に木の柱が掘ってきて、それで鉄板の扉とこの格子の扉を交互に張って、あ、残ってるんだ、うん、格子の扉、うん、昨日の朝防災小笠原土砂崩れに注意、避難してくださいって書いてた。お、ここが送信機が組み込んであった場所、熱を発しますから、こうやって天井は高く大きく作られて、はい、で床は埃が立たないようにと音を吸収させるために木のブロックが一面に引いてあった。これがブロックがずれないようにセメントで持って固めたところ、この明かりの見えてるところが隊長室兼会議場だった場所ですね。でこちらから抜けていきます。これは飲料水のタンクです。この天井から落ちてくる浸透水をブリキで集めてここに注ぎ込んだ場所なんですね。でこの鉄板の上に七輪かまどを置いてお湯を沸かした場所なんですね。この中を食料備蓄倉庫なんてバカなことをお客さんにお話ししてる人たちがいる。ある程度の年齢の人だったら意味合いが分かると思う。小笠原がどういう戦争だったかということ。小笠原っていう島は明治時代から南方諸島方面のこの荷物の一回小笠原へ置いて、それで南方諸島の方へ持っていく大事な役目の中継点なんです。で戦争中は後方支援の島として日本軍が南方諸島の方を占領して、その占領したところに物資を運ぶためのここ基地なんです。でこんな山の上に食料を置いていて、さあ船に詰め、さあ出港だって言われても運ぶ術がないでしょ。確かに汽車があるわけじゃないし、トロッコがあったってエンジンのないトロッコでもってどれだけの荷物を運べる。で食料品なんていうのは海のそばに穴を掘ってそこに隠しとくよりほかないわけです。でこれが電信線、日本にはゴムがありませんから鉛でコーティングされてる。これ出てくるときに触って出てきてみてください。どれだけの硬さがあってどんなものかということが分かると思います。何万ボルト の電波を通すものですから、コーティングしてなかったら雑音を吸いながら発信します。そうすると今度は受ける方が雑音がガー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 って入ってて言葉にならないでしょ。だそういうだが鉛がコーティングされてるんですね。頭気をつけてくださいね、出てくるとき。三八式改造型三砲という、日露戦争に間に合わなかった
散歩ですね。朝父島に、朝っつっても夜中の3時頃落とされる、はい、で東京近辺の軍事工場を爆撃して帰りに、あ、そっか、余ったの落としてくので母島に落とす。行きがけは父島、はい、帰りは母島、はい、だ朝と夕方と2回必ず爆撃がある。だ硫黄島が陥落してからは定期便みたいに、そうすると、あ、もう時間だな、爆音がしてくると全員避難、撃つ弾がないから、ああ、迎え撃てない、上がってくる、上陸してくるのを阻止するための弾しかないから やたらに撃てない。機銃弾の薬莢、薬莢、意外とちょっと重さが、うん、まあ、本物だから、土がちょっとあるから重いのかもしれないけど、それは本物の一部分ですよ。ここがこの夜明け山高射砲隊の会議場で、一番奥が隊長さんの居住区があったって言われております。でここが心臓部、この夜明け山の心臓部なんですね。横歩きで降りてください。滑ると思うから気をつけてくださいね。これが東南島海域を守るためにここに設置したものですね。大きさは 12.7 センチあります。3月にこっちにあるよっていう、あの話を聞いて、だけどここが塞がってましたからね。ここに入ってくることができなかったから、探すことができなくて、ね、最終的にこの山の上に木にロープを縛り付けて降りてきたのが始まります。どうぞ外へ。頭、ここで頭気をつけてくださいね。ずっとかがんで、それで出てきてください。だ火薬の入ってる土は同じだから、方針の上げそう下ろしで距離が決まる。これは単焦灯、単焦灯が据えてあった場所。レーダー、ここが発電所と同じに昭和9年に作られた天空台、テラス、テラスソロっていうか天空、天空台、電気でもって操作するもの、だ超音機とかレーダーとか。この谷間を連合軍が上がってくるだろうっていうんで、相当の、あの構えがあるだろう。この中3泊4日間このジャングルの中に 寝ながら探した。へー、まあ、あるのはあったけど、そういうあまり大きいものはなかったですね。
ありがとうございます。あ、長靴足元置いといて。コウモリだ。あ、ほんとだ。小笠原大コウモリいっぱいいる。折り鶴。何の折り鶴ですよね。ね。うん。